こんにちは。今日の講義は書籍2024年度版自主保全士検定試験学科問題集です。皆さん、製造業の現場で働く方々にとって非常に重要な資格である自主保全士、この資格の取得を目指す方々にとって今回ご紹介する問題集は欠かせない一冊となるでしょう。日本能率協会マネジメントセンター、通称 JMAM が編集したこの書籍は、自主保全士検定試験の学科試験対策として最適な内容となっています。まずこの資格について少し触れておきましょう。自主保全士検定試験は2001年にスタートし、現在では毎年1万人以上が受験する人気の資格試験となっています。製造現場のオペレーターを主な対象としており、設備の保全や効率化、改善活動などの知識を問う試験です。さて、本書の特徴を詳しく見ていきましょう。この問題集は実際の出題内容と範囲に基づいて1級と2級に分けて編集されています。過去の出題傾向を10分に分析し、それに基づいた問題が作成されているのが大きな特徴です。各問題には回答だけでなく詳細な解説もついているので、単に答えを覚えるだけでなく、その背景にある知識や考え方も学ぶことができます。本書の構成は実際の試験範囲に沿って5つの章に分かれています。第1章は生産の基本です。ここでは 5S、 品質管理、安全衛生、工程管理といった製造現場の基本的な知識が問われます。 5S とは整理、整頓、清掃、清潔、しつけの頭文字を取ったもので、職場の環境改善や作業効率の向上に欠かせない考え方です。品質管理では製品の品質を維持、向上させるための手法や考え方が扱われます。安全衛生は言うまでもなく、作業者の安全と健康を守るための重要な知識です。工程管理は生産の流れを最適化し、効率的な生産を実現するための技術です。さらに職場のモラールや教育訓練についても触れられており、人的資源の管理や育成に関する知識も問われます。第2章は設備の日常保全です。この章では自主保全の基礎知識や自主保全活動を支援するツールについて学びます。自主保全とは、設備を使用する作業者自身が日常的に点検や簡単な修理を行うことで設備の性能を維持、向上させる活動のことです。例えば機械の清掃や給油、ボルトの締め付けチェックなどが含まれます。これらの活動を効果的に行うためのツールや手法についても詳しく解説されています。第3章では効率化の考え方とロスの捉え方について学びます。ここではトータルプロダクティブメンテナンス TPM の基礎知識や設備総合効率、プラント総合効率といった概念が扱われます。 TPM は生産システム全体の効率化を図るための経営手法で、設備の保全だけでなく生産性向上や品質改善、コスト削減なども含む総合的なアプローチです。設備総合効率は設備の稼働率、性能、良品率を掛け合わせた指標で、設備の生産性を総合的に評価するのに用いられます。プラント総合効率は工場全体の生産性を評価する指標です。これらの概念を理解することで生産システム全体の効率化に向けた視点を養うことができます。第4章は改善・解析の知識です。ここでは様々な改善手法や解析技術について学びます。例えばパレート分析、特性要因図、石川ダイアグラム、5ホワイ分析などの手法が含まれます。パレート分析は問題の重要度を可視化し、優先順位をつけるのに役立ちます。特性要因図は問題の原因を体系的に整理し、根本原因を特定するのに有効です。5ホワイ分析はなぜを5回繰り返すことで問題の本質に迫る手法です。これらの手法を使いこなすことで現場の問題を効果的に分析し、適切な改善策を導き出すことができるようになります。第5章は設備保全の基礎です。この章では締結部品、潤滑、空圧、油圧、駆動伝達、電気、測定器など設備保全に必要な基礎知識が幅広く扱われています。例えば締結部品ではボルトやナットの種類や正しい締め付け方法について学びます。潤滑では
摩擦を減らし機械の寿命を伸ばす潤滑油の種類や適切な使用方法を学びます。空圧や油圧は圧縮空気や油圧を利用した機器の仕組みと保全方法について理解を深めます。駆動・伝達ではベルトやチェーン、歯車などの機械要素の特性と保守方法を学びます。電気の分野ではモーターや配線、制御機器などの基礎知識を身につけます。測定器については各種計測器の使い方や精度管理について学びます。これらの知識は設備の状態を正確に把握し適切な保全活動を行う上で不可欠です。さらに本書の特徴として2023年度の実際の出題問題と回答も掲載されています。これは試験の傾向を把握する上で非常に有用です。実際の試験問題を解いてみることで自分の弱点を発見したり時間配分の感覚をつかんだりすることができます。また回答を確認することで出題者の意図や正解に至るための思考プロセスを学ぶこともできます。この問題集の使い方についても少し触れておきましょう。まず各章の内容を順番に学習していくことをお勧めします。各章の冒頭にある解説をよく読み基本的な概念や用語を理解してから問題に取り組むと良いでしょう。問題を解く際は単に正解を選ぶだけでなくなぜその答えが正しいのか他の選択肢がなぜ間違いなのかを考えることが重要です。解説をよく読み理解を深めましょう。また間違えた問題や自信のない問題は印をつけておき後で復習すると良いでしょう。同じ問題を繰り返し解くことで知識の定着を図ることができます。さらに似たような問題を探して解いてみることで応用力を養うこともできます。時間を計って問題を解くのも効果的な学習方法です。実際の試験では時間制限があるため時間を意識しながら問題を解く練習をしておくことが大切です。ただし最初のうちは正確さを重視し徐々にスピードを上げていくようにしましょう。この問題集を活用することで自主保全士検定試験の合格に近づくだけでなく製造現場で役立つ実践的な知識を身につけることができます。例えば設備の日常点検や簡単なトラブルシューティングができるようになったり生産性向上のための改善活動に積極的に参加できるようになったりするでしょう。自主保全士の資格を取得することでキャリアアップの可能性も広がります。多くの製造業ではこの資格を持っていることが評価され昇進や昇給のチャンスにつながることがあります。また他の企業への転職の際にもこの資格は強みになるでしょう。さらに自主保全士の知識は製造業以外の分野でも活かすことができます。例えばサービス業でも効率化や品質向上の考え方は応用可能です。また日常生活においても物事を系統的に分析し改善する能力は様々な場面で役立ちます。この問題集を通じて学ぶ内容は単に試験に合格するためだけのものではありません。製造業の現場で直面する様々な課題に対処するための実践的な知識と技能を身につけることができます。例えば設備のトラブルが発生した際にその原因を論理的に分析し適切な対策を講じる能力が養われます。また生産性向上のための改善活動を行う際にどのようなアプローチが効果的かを判断する力も身につきます。さらにこの問題集で学ぶ内容は製造業全体の動向や最新のトレンドを反映しています。例えば近年注目されているインダストリー 4.0 やスマートファクトリーの概念についても触れられており、これからの製造業がどのような方向に進んでいくのかを理解する上でも役立ちます。またこの問題集は単なる暗記教材ではありません。各問題の解説を通じてなぜそのような方法や考え方が重要なのかを理解することができます。これにより実際の現場で直面する様々な状況に柔軟に対応する力が養われます。例えば設備保全の基礎知識を学ぶ際には単に部品の名称や機能を覚えるだけでなくそれぞれの部品がどのように相互作用し全体のシステムとして機能しているかを理解することが重要です。これによりトラブルが発生した際に問題の根本原因を特定し適切な対策を講じることができるようになります。また改善・解析の手法を学ぶ際にはそれぞれの手法がどのような状況で効果的なのか
どのような限界があるのかを理解することが大切です。これにより、現場の状況に応じて最適な手法を選択し、効果的な改善活動を行うことができるようになります。さらに、この問題集を通じて学ぶ内容は、チームワークやコミュニケーションの重要性も強調しています。自主保全活動は、個人の努力だけでなく、部門を超えた協力が不可欠です。例えば、生産部門と保全部門が密接に連携することで、より効果的な設備管理が可能になります。この問題集で学ぶ知識は、そうした部門間の協力を促進し、組織全体の生産性向上につながる基盤となります。また、この問題集は、継続的な学習の重要性も示唆しています。製造業の技術や手法は日々進化しており、一度資格を取得したからといって、そこで学習を止めてはいけません。この問題集を通じて、常に新しい知識を吸収し、スキルを更新していく姿勢を身につけることができます。さらに、この問題集で学ぶ内容は、環境保護や持続可能性といった現代の重要なテーマとも密接に関連しています。例えば、効率的な設備管理は、エネルギー消費の削減や廃棄物の低減につながります。また、品質管理の徹底は、不良品の発生を抑え、資源の無駄遣いを防ぐことにもつながります。こうした観点から、自主保全士の知識は、企業の社会的責任を果たす上でも重要な役割を果たします。この問題集を通じて学ぶ過程で、皆さんは製造業の奥深さと魅力を再発見することになるでしょう。一見単調に見える作業の背後には、長年の経験と知恵が詰まっています。例えば、設備の異常音を聞き分ける能力や、微妙な振動の変化を感じ取る感覚など、熟練工の技能は、科学的な知識と経験に裏打ちされた芸術とも言えるものです。この問題集は、そうした匠の技を科学的に解明し、体系化する試みの一環とも言えるでしょう。また、この問題集で学ぶ内容は、日本のものづくりの強さの源泉を理解する上でも役立ちます。日本の製造業が世界的に高い評価を受けている背景には、現場の従業員一人一人が高い意識を持ち、継続的な改善活動に取り組んでいることがあります。自主保全士の資格は、そうした日本のものづくりの文化を体現するものと言えるでしょう。さらに、この問題集を通じて学ぶプロセスは、論理的思考力や問題解決能力の向上にもつながります。製造現場で直面する問題は、単純なものから複雑なものまで多岐にわたります。この問題集で扱われる様々な事例や問題を解くことで、状況を分析し、適切な解決策を導き出す能力が養われます。これは製造業に限らず、あらゆる職種や日常生活でも役立つスキルです。自主保全士の知識は、今後の製造業の発展にも大きく貢献するでしょう。人工知能や物のインターネット、IoT などの先端技術が製造現場に導入されつつある中、これらの技術を効果的に活用するためには、従来の製造プロセスを深く理解していることが不可欠です。自主保全士の知識は、新旧の技術をうまく融合させ、より効率的で革新的な製造システムを構築する上で重要な役割を果たすことでしょう。この2024年度版自主保全士検定試験学科問題集は、単なる試験対策の書籍ではありません。製造業の現場で働く人々の技能向上を支援し、日本のものづくりの未来を支える重要なツールなのです。この一冊を通じて、皆さんが製造業の奥深さを再認識し、自身のキャリアや技能向上に新たな展望を生み出すきっかけとなることを願っています。製造業は常に進化し続けています。この問題集で学んだ知識を基盤として、皆さん一人一人が現場での経験を重ね、新たな知見を積み重ねていくことで、日本の製造業はさらなる高みへと到達することができるでしょう。自主保全士の資格取得は、その長い旅路の第一歩に過ぎません。しかし、その一歩は非常に重要な一歩なのです。皆さんがこの問題集を通じて学び、成長し、そして製造業の発展に貢献されることを心から期待しています。製造業の未来は、皆さん一人一人の手にかかっているのです。さて、ここまで2024年度版自主保全士検定試験学科問題集についてお話しましたが、ここからはこの問題集が製造業の現場にもたらす具体的な影響と、
それが日本のものづくりの未来にどのように関わっていくかについて、さらに掘り下げて考えていきましょう。この問題集が扱う内容は、単に試験に合格するためだけのものではありません。実際の製造現場で直面する様々な課題に対処するための実践的な知識と技能を身につけることができるのです。例えば、設備のトラブルシューティングについて考えてみましょう。ある工場で突然機械が停止したとします。この状況で自主保全士の知識を持つ作業者はどのように対応するでしょうか。まず、機械の異常音や振動、温度変化などの兆候を的確に捉えることができるでしょう。これは問題集で学ぶ設備診断技術の知識が生きてくる場面です。次に、トラブルの原因を特定するために問題解決手法を活用します。例えば、特性要因図、石川ダイアグラムを用いて考えられる原因を体系的に整理していきます。この図は魚の骨のような形をしていることからフィッシュボーンダイアグラムとも呼ばれ、問題の原因を人、機械、材料、方法などの要因に分類して分析する手法です。さらに、パレート分析を用いて最も影響の大きい原因を特定します。これはイタリアの経済学者ビルフレド・パレートが提唱した 80-20 の法則に基づく分析手法で、多くの場合、問題の 80% は 20% の原因から生じているという考え方です。この分析により、限られたリソースで最大の効果を得られる改善策を見出すことができます。これらの手法を用いて原因を特定したら、次は適切な対策を講じます。ここで重要なのが、なぜなぜ分析です。これは問題の表面的な原因だけでなく、根本原因を追求するための手法です。なぜを5回繰り返すことで問題の本質に迫ることができます。例えば、機械が停止したという問題に対して、1点、なぜ停止した、ベアリングが焼きついたから。2点、なぜベアリングが焼きついた、潤滑油が不足していたから。3点、なぜ潤滑油が不足していた、定期的な給油が行われていなかったから。4点、なぜ定期的な給油が行われていなかった、給油スケジュールが明確でなかったから。5点、なぜ給油スケジュールが明確でなかった、設備管理システムが整備されていなかったから。このように分析することで、単に潤滑油を補充するだけでなく、設備管理システムの整備という根本的な解決策を見出すことができます。こうした問題解決のプロセスは、製造現場だけでなく、日常生活や他の職種でも応用可能です。例えば、サービス業での顧客満足度向上や、オフィスワークでの業務効率化など、様々な場面で活用できるのです。さらに、この問題集で学ぶ知識は、製造業の未来を見据えた内容も含んでいます。例えば、予知保全という概念があります。これは、機械の状態を常時モニタリングし、故障が発生する前に適切な保全作業を行うという考え方です。従来の時間基準保全、定期的に部品を交換するや事後保全、故障してから対応すると比べ、予知保全は設備の稼働率を最大化し、保全コストを最小化することができます。この予知保全を実現するためには、センサー技術やデータ分析技術、そして機械学習などの先端技術が必要です。ここで重要なのが、これらの先端技術と従来の製造技術をいかに融合させるかという点です。例えば、熟練工の匠の技をデジタル化する試みがあります。ベテラン作業者の五感で感じ取る微妙な変化をセンサーやカメラで捉え、データ化するのです。具体的には、熟練工が異常を感じ取る音や振動、匂いなどをそれぞれ適切なセンサーで測定し、正常時のデータと比較します。そして機械学習を用いてパターンを分析することで、熟練工でなくても異常を早期に発見できるシステムを構築するのです。このようなシステムを構築する際、自主保全士の知識は非常に重要です。なぜなら、どのような要素を測定すべきか、どのようなパターンが異常を示唆するのかを判断するためには、設備や製造プロセスに関する深い理解が必要だからです。また、この問題集で学ぶ改善活動の手法は、デジタル技術を活用した改善活動にも応用できます。例えば、改善活動の一環として行われる目で見る管理を、
デジタルツールを使ってさらに効果的に行うことができます。従来の目で見る管理では、生産状況や品質データを紙のグラフやボードに手書きで記入していましたが、これをデジタル化することでリアルタイムでデータを更新し、異常があればすぐにアラートを出すことができます。さらに過去のデータと簡単に比較できるため、長期的なトレンド分析も容易になります。このようなデジタル化を進める際も、自主保全士の知識が重要になります。なぜなら、どのようなデータを収集し、どのように分析すれば有意義な情報が得られるかを判断するためには、製造プロセスに関する深い理解が必要だからです。さらに、この問題集で学ぶ内容は製造業のグローバル化にも対応しています。例えば、品質管理の国際規格である ISO9001 や、環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 などについても触れられています。これらの国際規格は、世界中の企業が共通の基準で品質管理や環境管理を行うためのものです。日本の製造業が海外展開する際、これらの規格に準拠していることは大きな強みとなります。自主保全士の知識は、これらの国際規格の要求事項を満たすための実践的な方法を提供してくれるのです。また、この問題集で学ぶ改善活動の手法は、文化や言語の壁を越えて海外の工場でも適用可能です。例えば、 5S 活動、整理、整頓、清掃、清潔、しつけは言語に依存せず視覚的に理解できる活動です。これらの活動を通じて、日本の製造業の強みを海外にも展開していくことができるのです。さらに、この問題集で学ぶ内容は、製造業における安全衛生の向上にも大きく貢献します。例えば、リスクアセスメントという手法があります。これは、作業や設備に潜む危険性や有害性を事前に見つけ出し、それらを除去または低減するための手法です。具体的には、まず作業や設備に関連する危険源を洗い出します。次に、それぞれの危険源について被害の重大性と発生可能性を評価します。そして、リスクの大きさに応じて対策の優先順位を決定し、適切な安全対策を実施します。このリスクアセスメントを効果的に行うためには、製造プロセスや設備に関する深い理解が必要です。自主保全士の知識は、潜在的な危険を見逃さず適切なリスク評価を行う上で非常に重要な役割を果たします。また、この問題集で学ぶ内容は、製造業における環境負荷の低減にも寄与します。例えば、省エネルギー活動や廃棄物削減活動などが含まれています。これらの活動は、コスト削減だけでなく企業の社会的責任を果たす上でも重要です。省エネルギー活動では、エネルギーの使用状況を可視化し、無駄を発見して改善するというアプローチを取ります。これは、生産性向上のための改善活動と同じ考え方で進めることができます。例えば、エネルギーロスの要因を特性要因図で整理し、パレート分析で重要度の高いものから対策を講じていくのです。廃棄物削減活動では、 3R、 リデュース、リユース、リサイクルの考え方が重要です。これらの活動を効果的に進めるためには、製造プロセス全体を俯瞰的に見る視点が必要です。自主保全士の知識は、この俯瞰的な視点を養う上で非常に有効です。さらに、この問題集で学ぶ内容は、製造業におけるワークライフバランスの改善にも貢献します。例えば、設備の自主保全活動を通じて設備の信頼性が向上すれば、突発的な故障による残業や休日出勤を減らすことができます。また、改善活動を通じて業務の効率化が進めば、労働時間の短縮にもつながります。このように、自主保全士の知識は、製造現場の生産性向上だけでなく、働く人々の生活の質の向上にも寄与するのです。これは、持続可能な製造業を実現する上で非常に重要な視点です。また、この問題集で学ぶ内容は、製造業におけるダイバーシティ、多様性の推進にも役立ちます。例えば、標準作業の考え方があります。これは、最も効率的で安全な作業方法を標準化し、誰もがその方法で作業できるようにするという考え方です。この標準作業を適切に設計することで、性別や年齢、身体能力の違いに関わらず、
多様な人材が活躍できる職場環境を整えることができます。例えば重量物の運搬作業を機械化したり、作業台の高さを調整可能にしたりすることで、より多くの人が快適に作業できるようになります。さらにこの問題集で学ぶ改善活動の手法は、多様な視点からのアイデアを引き出し活用する上でも有効です。例えばブレインストーミングや KJ 法といった手法を用いることで、さまざまな背景を持つ従業員のアイデアを効果的に集約し、新たな改善策を生み出すことができます。このように自主保全士の知識は、製造業の技術的な側面だけでなく、人的資源管理や組織文化の面でも大きな価値を持っているのです。これは日本の製造業が今後もグローバル競争で優位性を保つ上で非常に重要な要素となるでしょう。この問題集で学ぶ内容は、製造業におけるイノベーションの促進にも大きく貢献します。例えばトヨタ生産方式の基本概念の一つである改善は、小さな改善の積み重ねが大きな革新につながるという考え方です。この改善の精神は日本の製造業の強みの一つとして世界的に認知されています。自主保全士の知識はこの改善活動を効果的に推進する上で非常に重要です。例えば問題解決の手法として学ぶ PDCA サイクル、プラン・ドゥ・チェック・アクションは、継続的な改善活動の基本となるフレームワークです。この手法を用いることで、小さな改善案を確実に実行し、その効果を検証し、さらなる改善につなげていくことができます。またこの問題集で学ぶ見える化の手法は、イノベーションを促進する組織文化の醸成にも役立ちます。見える化とは、生産状況や問題点を視覚的に表現し、誰もが容易に理解できるようにする手法です。これにより現場の問題や課題が明確になり、改善のアイデアが生まれやすくなります。さらにこの問題集で学ぶ内容は、製造業におけるデジタルトランスフォーメーション DX の推進にも寄与します。例えば設備の状態監視技術や予知保全の考え方は、 IoT、 もののインターネットやビッグデータ分析と組み合わせることで、より高度な生産管理システムの構築につながります。具体的にはセンサーから得られるリアルタイムデータを分析し、設備の異常を事前に予測したり、生産計画を最適化したりすることが可能になります。このような先進的なシステムを導入する際も、自主保全士の知識は非常に重要です。なぜならデータの意味を正しく解釈し、適切な対応を取るためには製造プロセスに関する深い理解が不可欠だからです。またこの問題集で学ぶ品質管理の手法は、製造業における顧客満足度の向上にも大きく貢献します。例えば統計的品質管理 SQC の手法を用いることで、製品のばらつきを最小限に抑え、安定した品質の製品を提供することができます。これは顧客の信頼を獲得し、ブランド価値を高める上で非常に重要です。さらにこの問題集で学ぶ内容は、製造業における人材育成にも大きな役割を果たします。例えば OJT オン・ザ・ジョブ・トレーニングの手法や技能伝承の方法などが含まれています。これらの知識を活用することで、ベテラン従業員の暗黙知を若手従業員に効果的に伝承し、組織全体の技能レベルを向上させることができます。このように2024年度版自主保全士検定試験学科問題集で学ぶ内容は、製造業のさまざまな側面に深く関わっています。単なる試験対策にとどまらず、日本の製造業の競争力を支える重要な知識体系となっているのです。この問題集を通じて学んだ知識を実践し、さらに発展させていくことで、日本の製造業はこれからも世界をリードし続けることができるでしょう。製造業を取り巻く環境は常に変化しています。グローバル化の進展、環境規制の強化、デジタル技術の急速な発展など、さまざまな要因が製造業に影響を与えています。しかしこの問題集で学ぶ基本的な考え方や手法は、そうした変化にも柔軟に対応できる力を与えてくれます。自主保全士の知識は、変化の激しい時代においても製造業の基盤を支える重要な役割を果たし続けるでしょう。以上、本日の講義では、
2024年度版自主保全士検定試験学科問題集を通じて、製造業における自主保全の重要性とその知識が持つ幅広い応用可能性について探究してまいりました。この問題集が扱う内容は単に試験対策にとどまらず、実際の製造現場で直面する様々な課題に対処するための実践的な知恵の宝庫といえます。例えば設備診断技術や問題解決手法は日々の業務における意思決定や改善活動の基盤となります。さらにこの知識体系は製造業の未来を見据えた内容も含んでいます。予知保全の概念や熟練工の技能のデジタル化など、最新のテクノロジーと従来の製造技術を融合させる視点は今後の産業界において極めて重要になるでしょう。またこの問題集で学ぶ内容は製造業のグローバル化にも対応しています。国際規格への準拠や文化の壁を越えて適用可能な改善活動の手法など、世界市場で競争力を維持するための知識が盛り込まれています。安全衛生や環境負荷の低減、さらにはワークライフバランスの改善といった現代社会が製造業に求める様々な要請に応えるための知識もこの問題集から学ぶことができます。これらの知識は持続可能な製造業を実現する上で非常に重要です。さらにこの問題集で学ぶ内容は製造業における人材育成や組織文化の醸成にも大きく貢献します。多様性の推進やイノベーションを促進する組織づくりなど、人的資源管理の観点からも貴重な示唆を得ることができるでしょう。製造業を取り巻く環境は常に変化しています。しかしこの問題集で学ぶ基本的な考え方や手法はそうした変化にも柔軟に対応できる力を与えてくれます。自主保全士の知識は変化の激しい時代においても製造業の基盤を支える重要な役割を果たし続けるでしょう。皆さんにはこの問題集を単なる試験対策の教材としてではなく、製造業の未来を切り開くための羅針盤として活用していただきたいと思います。ここで学んだ知識を実践し、さらに発展させていくことで日本の製造業は世界をリードし続けることができるはずです。製造業は日本の経済を支える重要な柱の一つです。その製造業の競争力を維持向上させるためには現場力の強化が不可欠です。自主保全士の知識はまさにその現場力の源泉となるものです。皆さんにはこの問題集を通じて学んだことをぜひ現場で実践してほしいと思います。そしてその実践を通じて得た新たな気づきや疑問をさらなる学習や研究につなげていってください。そうすることで皆さん一人一人が日本の製造業の発展に貢献できるはずです。製造業の現場にはまだまだ多くの課題が存在します。しかしそれと同時に大きな可能性も秘められています。この問題集で学んだ知識を武器にその可能性を最大限に引き出していってください。皆さんの努力が日本の製造業の未来を明るいものにすると信じています。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心身ともに健康であることが充実した人生を送る上で欠かせない要素だからです。健康な体があってこそ学んだ知識を生かし夢や目標に向かって邁進できるのです。そこで今日は健康と美容を両立させるための素晴らしい選択肢としてライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介したいと思います。ライザップは単なるダイエットジムではありません。健康管理に特化した総合的なサービスを提供しているのです。専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが特徴的で、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとってまさに救世主となるでしょう。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成してくれるので効率的かつ効果的なトレーニングが可能になります。ライザップの魅力は無理な食事制限がないことです。食べられるダイエットというコンセプトのもと、健康的に痩せることができます。これによりリバウンドしにくい体作りが可能になるのです。食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れているので、単に体重を落とすだけでなく総合的な健康増進が期待できます。トレーニングは1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとってこの時間配分は非常に魅力的です。また完全個室のプライベートな空間で行われるので
周りの目を気にすることなく、自分のペースでトレーニングに集中できます。ライザップの大きな特徴として、30日間無条件全額返金保証があります。これは、ライザップが自社のサービスに自信を持っている証でもあります。まずは無料カウンセリングを受けてみるのもいいでしょう。専門家があなたの目標や現在の状態を詳しく聞き取り、最適なプランを提案してくれます。ライザップのアプローチは、単に体重を落とすことだけを目指すのではありません。理想の体を手に入れることで、自信を取り戻し、人生をより豊かにすることを目指しています。多くの人が、ライザップでのトレーニングを通じて、外見だけでなく内面も変化させています。自己肯定感が高まり、仕事や私生活でも良い影響が出ているという声も多く聞かれます。ライザップの効果は、テレビ CM でも話題になった、結果にコミットする、というフレーズに集約されています。単に努力するだけでなく、確実に結果を出すことにこだわっているのです。これは、ダイエットや健康管理に挫折を繰り返してきた人にとって、大きな希望となるでしょう。ライザップのプログラムは、科学的根拠に基づいて設計されています。最新の栄養学や運動生理学の知見を取り入れ、効果的かつ安全なトレーニングを提供しています。また、定期的な体組成測定や血液検査なども行い、客観的なデータに基づいてプログラムを調整していきます。さらに、ライザップは単にトレーニング期間中だけでなく、その後のアフターフォローにも力を入れています。トレーニング終了後も、定期的なカウンセリングや食事指導を受けることができます。これにより、せっかく手に入れた健康的な体を長期的に維持することができるのです。ライザップのサービスは、年齢や性別を問わず、幅広い層の人々に支持されています。若い世代からシニア世代まで、それぞれの目標や体力に合わせたプログラムを提供しています。また、女性向けのプログラムも充実しており、美しいボディライン作りや産後ケアなど、女性特有のニーズにも対応しています。ライザップの魅力は、単に体を変えるだけでなく、生活習慣全体を見直すきっかけを与えてくれることです。食事、運動、睡眠など、健康的な生活に必要な要素を総合的に学ぶことができます。これらの知識は、トレーニング終了後も自分の人生に生かすことができるでしょう。また、ライザップは単独のジムではなく、全国に多数の店舗を展開しているチェーンです。そのため、転勤や引っ越しなどで生活環境が変わっても、継続してサービスを受けることができます。この点も、長期的な健康管理を考える上で大きなメリットとなります。ライザップのトレーニングは、単に体重を落とすことだけでなく、筋力や柔軟性の向上、姿勢の改善なども目指します。これにより、日常生活の質を向上させることができます。腰痛や肩こりの改善、疲れにくい体づくりなど、健康面でのメリットも大きいのです。さらに、ライザップでは最新のトレーニング機器を導入しています。これらの機器を使用することで、効率的かつ効果的なトレーニングが可能になります。また、トレーナーが正しい使用方法を指導してくれるので、初心者でも安心して取り組むことができます。ライザップの魅力は、単に外見を変えるだけでなく、内面からの変化を促すことです。トレーニングを通じて、自己管理能力や目標達成能力が向上し、それが人生の他の面にも良い影響を与えるのです。多くの人が、ライザップでの経験を通じて、人生の転機を迎えたと語っています。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。